脅威の北伐の否定派と肯定派の割合ってどれぐらいなんだろうか、とずっと疑問な、五分五分だといいなと妄想している何もしないゆっくり霊夢です。ちなみに私はなんとなく肯定派だぜ。脅威のことはあんまり好きじゃないけど、生地諸葛孔明が好きな分脅威の北伐を否定すると孔明の北伐まで否定することになりそうだからっていうクソのような理由だけども、諸葛亮信者のゆっくり魔理沙だぜ。今回は三国志武将紹介外伝。紹介するのは五冠末期に漢王朝からの命令で郷土の国から中国に向かったものの、いろいろな不運のせいで自国に帰れなくなった郷土国の王、オフラよ。彼は王様なのに自国を出禁にされたとんでもない男なのよね。いや、そんなこと普通あるか、王様なのに自国を出禁にされるなんて。というかどうやったらそんな事態に追い込まれるんだよ。さて改めて紹介するのはオフラ、異民族である郷土の前夫。父親の後を継いで順調に郷土を滑るはずだったものの、父親が残した負の遺産のせいで自国の民からクソほど嫌われてしまった男。彼は一体どういった人物なんだ。オフラは南郷土の前夫、郷居の息子でいう剣王に任命されていた人物よ。ちなみに前夫ってのは王様と同じ意味を持つ言葉で、オフラが任命された有権王ってのは左権王とほぼ同じ意味を持つ、前夫に次ぐナンバー2の役職よ。まずはオフラを紹介する前に彼の父親である郷居から、紹介していくわ。彼は前夫であった故郷菓子郷土中郎将の郷州に殺害されたことによって郷州の手によって強引に前夫に即位した男であり、おそらく元より郷土の人々から相違感情を持たれていなかった男だった。しかも郷居は漢王朝に割と従順な男であり、先代の前夫が漢王朝の臣下に殺害された。てのに、184年に黄巾の乱が発生すると郷居は漢王朝に言われるがままに有権王オフラに郷土兵を率いらせて漢王朝の援助も積極的に行っていたみたい。むう。前夫を暗殺した国に従うのは尺だが。いかんせん漢王朝はでかくて強い国家。郷居が従ったのもある程度やむを得ないとも言えるぜ。187年。長順という人物が漢王朝の私兵を見て周辺異民族を巻き込んでの大反乱を起こすと、郷居はまたもや漢王朝の命令を受けてオフラに兵を率いらせてこの乱の鎮圧に向かわせた。すると郷土の人々は次第にこのままで敗走徴兵が続くと恐れ、188年に郷居に対し謀反を起こしたの。この、謀反に参加した人数は10万人にも上ったようで、郷居は抵抗できずに撃たれたようね。オフラは漢王朝の援軍として郷土の国の外に出ていたのでこの混乱に巻き込まれなかったわけか。まあそもそも援軍の剣がなかったらこの謀反もなかったんだろうけど、オフラは父親の死後に前夫になったものの、当然ながら自国の人々はこんなものは認めずに朱墨骨と甲というものを前夫に任命したの。するとオフラは手勢を一度中国に留め、自国の人々が自分を歓迎してくれなさそうなので朝廷まで出向いてこの件の解決を漢王朝にお願いしたの。しかし折り悪く、この時、漢王朝の皇帝である霊帝が病死し、漢王朝側も混乱していたのでこのオフラの問題を解決している余裕がなくこの訴えは無視された。なもんでオフラは白和族という族たちと手を結んで課題軍付近で略奪をしようとするもこれといった成果を出せず、もう晩酌尽きたので自国に戻ろうとしたものの郷土の人々はオフラの入国を拒否したみたい。もう土内政中年、もう中国にも郷土にもオフラの居場所はないぜ。189年、朱墨骨と甲前夫は即位からわずか1年余りで亡くなったものの、当然ながらそれぐらいの理由で人々はオフラを自国に入国させずに老王に国事を任せたみたい。190年、反董卓連合が結成されると、オフラは袁紹派閥に属したものの後に袁紹に対して謀反を行った。そしてオフラは一時は袁紹からの討伐を受けて危機に陥ったものの、逃亡先で土陽将軍孔子の軍勢を破って彼が持っていた兵士を吸収したため、再度体制を整えることに成功したみたい。オフラは腐っても戦いが強い郷土国の前夫。当然ながら戦いの経験値と傭兵術は相当なものがあるぜ。しかしその後のオフラの活躍に目星いものはなく、192年、
曹操は自身を攻撃してきた国産賊ウドクをコテンパンにぶちのめし、ついでとばかりに内向にいるオフラまで攻撃してこれを大破した。193年、炎術が陳留を攻撃するとオフラは国産賊の残党と共に炎術の支援に乗り出したものの、炎術軍が曹操軍に大敗したので支援できずに終わった。その後、オフラの活躍は歴史書に載っていないものの、彼が195年に病死すると弟の子忠宣がオフラの後を継いで前後になっているので曹操に降伏したんじゃないのかな、と私は思っているわ。オフラにしても自分のことを支援してくれなかった漢王朝の皇帝を保護している曹操様には降伏したくなかったんだろうな。だからこそ曹操と近い袁紹と敵対して炎術と組みしたのかな。オフラの死からおよそ100年後に、彼の孫である劉淵という人物が秦が天下統一をした後に秦で八王の乱という内乱が起こるとこれに乗じ、漢王朝を復刻して漢の皇帝になるのもまた少し面白いわ。オフラは漢王朝に人生をもてあそばれたが、孫がその王朝が滅びた後で復興させたどころか皇帝にまでなったのか。歴史ってのはまた数奇なものだな。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。自国にも中国にも居場所がなかった男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。